じゃあユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。風間さん生きてたんだね。よかった。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか？サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、遥のことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。帰ってきてね、おじさん。
助けてください。おいこら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を、おいこの野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の聞き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよこの酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私舞って言います。あのもしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな、美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは、舞のこと、どう思います？可愛いよ。食べちゃいたいくらいだ。本当ですか？やだ、恥ずかしい。けど、嬉しい。舞は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね、舞のおごり。乾杯しよう。二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すごい、強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。ああ、乾杯しよう。お客さん、大丈夫ですかい？おい、おい、なあんた、大丈夫か？やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。
ま、勉強代だと思いなよ。
なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁、ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。うっせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろう。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。